はい、どうも浜ロモです。下町雰囲気の浅草第2弾です。前回のも見てね。今回も、20分です。知ってるっちゅうねん。ということで前回同様エンドレスね、ちょっと昭和の匂い漂う昭和歌謡曲みたいなカラオケが流れてきそうなお店ですけど、ぜひこの辺もね、居酒屋さんとか、あと銭湯とかスナック、まあ、結構こじんまりとしてスナックがたくさんあるような地域です。最後の方にはですね、浅草通りの方にあるような、まあ、なんて言えばいいんでしょうかね、こう若い人が行くような夜のお店も紹介するので、引き続き最後に見てください。お風呂だね。下町っていうとね、銭湯っていうイメージもありますけどね、あとテレビで茶道っていうのがありましたよね。サウナ道の略なんでしょうけど、結構そういった意味で言うと上の北欧だっけな、サウナっていう有名ですよね。あとは静岡の敷地です、ね、すごくいいとこでしたよ、敷地が。なんかこう好きそうな人ばっか集まってて、僕なんかこう雰囲気にやられそうな感じでした、ね、ここもねすごい雰囲気ですよ。パブアイの間の建物みたいです、これちょっと分かりにくいかな、ちょっと分かりにくいですね。ぜひ現地に行って確認しましょう。なかなかの雰囲気でしたよ、これね。普通の家かと思ったら、あれ中華料理屋かなみたいなね。でも実はよく見てください、よく見てください。ここなんですね、C 社のお店です。水タバコですね。なかなかじゃないですか、こうあの看板がある浅草っていうか、もうここ下町の住宅地ど真ん中ですからね、ファンキーですよね。新しい店と古い店が混在し合って、でも通り過ぎていくね、気になりますよね。皆さんどこ行くの気になりますか、こう胸か、お、なんだ今のこれ何これなんすかなんすか今の。あ、でもなんか気分わかるな、首こすんみたいなやつとかね、肩回しちゃったりみたいな、まあありますよね、ルーティンというか習慣というか。なんのこっちゃそう、人出てこないな、ここ。あー、もうちょっと出てきてほしかったな。一番最初に女性が出てきた時に、まあ、胸とか顔とかお尻とかあるじゃないですか。そういった時に皆さんはどこに最初目が行くのかっていうのをね、聞きたかったんですけど、さあどうぞ。先金みたいです。あ、そしてもうすごいね、もうどんどん来るな、このホテル。ここね、旅館じゃないんです、ホテルなんです。衣なんか多分ね、こうなんか出るんじゃないかっていうふうに思う人いるでしょうけど、こういうのも一つの味として、コスプレの人たちが結構撮影場所として使ってたりするみたいですよ。はい、ということで、もうほぼほぼね、みんなが知っている浅草に近づいてるんですよ。で、最後の最後に「そううん」が出てくるので、ぜひチェックしてくださいね。こういった路地どうですか、皆さんお好きでしょうか。好きだったらぜひいいねボタンを押してほしいです。僕は路地が好きです。上の辺まだ流してなかったかな。上野も結構路地が多いので、好き好んで路地うろうろしたシーンがありますので、そういうのを見ていただければなと思います。はい、ということで皆さん馴染みのあるね、浅草のホテル、ホテルだったらごめんなさい、名前覚えてないですけど、そこの辺りです。ここね、こう見えにくいと思うんですけど、雑居ビルでスナックがいっぱい並んでるんだけど、ちょっと分かりにくいんですよ。なので雑居ビル経営している方はね、必ず1階にパネルの場所があった方がいいと思うんですよね。で、パネルの場所何っていうと、僕の動画でよく撮影、あ、これこ
この間出した石川温泉と似てないっていうのを言いたくて撮ったやつです。はい、どうでしょう、タイム違うか。はい、ね、こんな感じ。皆さんは多分こっちの方が見たいんでしょうけどね、あの新旧いろいろあるから今があるっていう何を語ってんだって感じだけど、そう、古いのも新しいのも最先端のもっていうのいろいろあるのがやっぱこう繁華街の良さだと思うんですよね。はい、反対側のホーム道に今ちょっとところです。なんで歌って踊ってるって結構な確率で僕の動画には出てくるんで、これ何でしょう、多分キャッチフレーズとして流行ったんでしょうね。なんと都内でも飲むところでよく見ますよ、これ踊れるというか、なんでしょうね。ちょっと分かんないですけど、サパースナックサパーと多分同じような歴史のあるものなんでしょうかね。はい、出ました、地域最安値。結構このね、地域最安値っていうのも結構僕の動画ではよく出てくるので、多分夜の人たちでは当たり前のようなキャッチフレーズなのかなと思います。まあね、浅草で一番安いよって言いたいんでしょうけど、そっか、あ、そうそう、こういうやつね、こういうやつ、ビルの1階にパネルがあるといいよねって言ったんです。まあ、本当はね、さっきみたいにこう女の子の写真とかもある方が、あと値段っていうのがあるは消費者としては分かりやすいなと思います。一個人の意見です。黄色はい、来ましたよ。これ後ろ姿だからな。でもお尻チェックしたりしたらぜひぜひって感じです。一つの動画でもいろいろね、方が出てますからね、いろいろリクエストとかいいねボタンいっぱいあると、そういった人たち向けにも作っていきたいなと思うので、ね、皆さんこういうシーンが見たいとかあればぜひリクエストください。ちなみに危険を伴うことはしませんのでね、そこだけはね、あの常識は必ず伴ってくださいね。はい、皆さん今聞こえましたでしょうかね。何語だと思いますか？わかりません。ただ上野は、上野じゃない、浅草、レジェンドね、レジェンド。この店の左側を確認してほしいんですよ。左側にダンスパブって書いてありますよね、マイアミ。ダンスパブってジャンルは、僕は初めて見たんですけど、どんな店なのかなって気になりますよね。ダンスができるパブ。流行った時代もあったのかなっていうね、気になるところです。ということで、もう終盤にかかってきます。皆さん大好きそうがね、石鹸です、石鹸。浅草で多分だけじゃないかなと思います。ということで今日はこれでおしまいです。またねー。